わーばー食ってたよ。いしょ、カバーにスッと入れたら糸がモンモンモンと走って釣れてくれました。食え、そのまま食え、食った、よしょ、いい感じで吸い込んでくれてね、ガチッとねすることができました。よっしゃ、ブーのフィッシュ、さあさあさあ、ブーにでっかいバス来ましたよ。亀さん、ヘラファン君、よし、ラスト、よいしょ、あー、引く引く、
いいねトップで丸飲み。多分今日ラフトの魚はブーンできました。丸飲みでね、ありがとうさん。じゃあ逃がして帰ります。この針いいね。ブーン。サイズは小ぶりだけどよく引いてくれました。大きい。はい、というわけで帰ってきました。三島湖行ってですね、虫パターンでちょっと釣りしてきたんですけども、これね、エンジンの分大活躍だったんですが、こうね、使うんじゃねえかなって針を一緒にこう入れておくわけですが、当初このインフィニホビットのね、2番サイズこれを合わせようかなと思ってたんですけども、ちょっとね、2番だと長すぎるんですよね。ボディからちょっとはみ出ちゃうっていう感じで、でよくよく調べたら、3番サイズ、ブーンにはぴったりだよっていうことで、まあね、3番サイズ推奨っていうことなんで、これはちょっとね間違ってたなというところと、あとね、今回ちょっと試してみたくて、前の日にこういう針買ったんですよね。これ前もネコリグ用に買ったんですけどもね、クッキングマスターネコリグオフセットっていうことで、ノガレスから出ているかなり特殊な形状の釣り針なんですが、これがね非常に、で基本はね特殊な刺し方をすることによってスナッグレスなネコリグセッティングができるよっていうことなんですけども、この形を見て一番最初になんかこれ使ってみたいなって思ったのがこんな形なんですけどもね、ワイドギャップでちょっと針先がもう上を向いちゃってるみたいな感じなんですけども、これをね部分に合わせたらいいんじゃないかなと思って、じゃあ実際にちょっと刺してみますけど、これね結構口がねこの奥まってるんですよね。だからあんまりその長い、まあ長いまでいかないんですけどね、結構針のスタートがここら辺から始まるもんでね、結構ずんぐりむっくりした針じゃないと合わないっていうので、これにしてでね、まあ、真ん中から刺し抜くとこんな感じになるんですけどもね、で懐が広いからこうバスがね、シャクって食った時に、なんていうのかな、ここが針先が出やすいんじゃないかなって、こう押しつぶされた時にね、これぐらいクリアランスができるんで、うまいことフッキングしてくれるんじゃないかなということで試したところ、結構ねバッチリなんですよね。でこの針がねちょっと太軸なためですね、非常にまあデカバス、まあ1匹ね45ぐらいの釣れましたけどね、ああいう時もね針にはとにかく不安なくファイトができたなっていうところで、でラインもPE ラインを使っていたんで、非常にねドラグあんまり出さないでで寄せることができたっていうことで、結構ねまあ、こういうルアーなもんで奥に入れて結構なんぼだと思うんですよね。せっかくこんだけオフセット針背負わせても沈まないよっていう性能なんで、まあ、できるだけあと潮入り中空ボディってことでこれをカバーの奥に入れる、でそういうところで、まあ、でかいの釣れたのは結構オープン気味のとこでしたけどね、まあカバーの奥なんかで食ってくるバスってのは用心深い、結構デカバスっていうことが多いんで、そういうのが、かかってもですね結構この線形でこんな感じだったらP ラインなんかでゴリ巻きでカバーの外に引きずり出すなんていうこともできるんじゃないかなと思ってね、非常にちょっと今回使いやすかったんで、まあもしねどんな針か悩んだら一回このネコリグオフセットね、これ試してみたいななんて思うんですけども、あとはね大体こういう虫の釣りをする時ってソリッドティップ
ップの竿でやることが今まで多かったんですけども、まあ、せっかく買ったっていうことで、グラスのコンポジットのスピニングね、これでちょっと投げてみてるんですけども、なんかね、ノリが非常にいいのと、あとかけてからの安心感っていうのがすごくて、こう全体にパラボリックに曲がって、不安なくねファイトできる、なんかほんとちょっと一昔前のいわゆるバスフィッシングスピニングってのはあんな感じだったんじゃないかなって、今はね、高弾性とかいろんな竿出てますけども、昔の竿って結構ねグラスの浮遊率なんてのはカーボンロッドって言っても非常に、多めの竿なんかがあったりして、結構ねグイーンと曲がって魚かけた後のなんていうのかな、安心感っていうのが、優しさっていうのかな、なんかそういうのがあったんですけど、今のって結構ね研ぎ澄まされた竿が多いんで、こうピン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 ってかカンカンカーンって感じで、張りもすごくてっていう竿が多いんですけども、ちょっとねそういう竿を疲れたなーなんていう方に、グラスコンポジットのああいったスピニングで、やるとですね、あーなんか懐かしいなっていう、はうんこれこれっていう感じで、楽しめるんじゃないかなと思ってね、引き続きあともう間もなくねもう一本買おうと思っている、レジットデザインのグラスの竿なんていうのも市場に出てくるみたいなんで、もしですね発売したらもう実は予約してあるんで、まあプラグもしくはこういったね虫ルアー、そういったのに使ってみようかななんていう風に計画しております。で、三島湖の状況としてはですね、結構もうそこかしこにスポーニングですね、ペットを守っているオスみたいなのがねそこかしこに見えて、まあ、あんまりそういうのいじるのもあれかなと思ってね、浮いてるプカーンと浮いているバスなんていうのを探して、そうしたらスクールでね結構群れでワイ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 泳いでるバスの群れっていうのが3箇所ぐらい、見つけることができてね、でその見つけたバスに対して入れたら、まあ大体、結構素直にこのブーンね、小型サイズだからかスポッとね吸い込んでくれて、結構こうね、下手したらハイシーズンなどに坊主食らっちゃうかなって一瞬ヒヤッとしたんですけどね、途中からそういったスクールのバス見つけてからね、このブーンが活躍してくれて、でね快適に釣り進めることができました。で、まあ今回せっかくなんでこういったね針いかがですかっていうことでカメラ回してみてるんですけども、この分ねまだ店頭に結構並んでいるんで買いやすいんですけども、これからねいよいよ虫シーズン突入なんかしてくると徐々に、店頭からも売り切れなんか出てきて、そうするとね結構エンジンって一回売り切れちゃうとね、しばらく次の生産まで待たないといけないっていうところがあるかと思いますんで、ちょっと今がチャンスなんじゃないかななんていう風に、感じております。まだ比較的ね店舗によっては色なんかも選べますんで、まあ、自分はこういう派手なピンクとか白とか好きで使ってるんですけども、ハブくんの記事なんかを読むとガチで食わせにかかる時とかはもう本当、水面の色とかと合わせてより存在感を消して、で違和感なく吸い込ませるなんてね書いてありましたんでね、まあそんな感じでこれ以外にもちょっといくつかの色は買ってみたんで、これからねアフタースポーニング、それから夏のねいよいよハイシーズン突入していきますんで、そういうところでこういった虫パターンでねまた、バスを狙っていきたいななんていう風に考えております。というわけで、本日の釣り子 TV はですね、三島湖に行ったよっていうところと、こんな針で使ってたんですよっていうのを最後まとめてみました。はい、釣り子 TV でした。